世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まもなく第1ラウンドが始まろうとしています。赤コーナー WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン115パウンドメキシコヒルベルト・ローマン、チャンピオンのヒルベルト・ローマン53戦48勝4敗1引き分け、48勝のうち34 KO 勝ちがあります。世界ジュニアバンタム級6位、地元埼玉、この川越の隣町上福岡の出身、24勝21勝2敗1引き分け、21勝のうち19の KO 勝ちがあります。 KO 率が8割を超えます。ハードパンチャー内田、レフリーのリチャード・スティールさんが紹介されました。西条さん、はい、このリチャード・スティールさんという方は非常にこう有名な方で、ええ、あのタイソン戦でもレフリーをやってるんですけども、はい、非常にこう公正なジャッジをするそうですね、そうらしいですね、はい、ジャッジはスチュアート・クリスチャン・バウム、マルカム・バルナー、ビンス・デルガドの3子。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、いよいよ始まります。さあ第1ラウンドのゴングが鳴りました。黄色のトランクス、黒のサイドラインが入っています。画面の左側、今顔が見えておりますのが内田であります。一方銀のトランクス、チャンピオンのヒルベルト・ローマン、2年前渡辺二郎を破りまして世界ジュニアバンタム級の王座を獲得しています。第1ラウンドが始まりました。下からパパ行け、パパ。西条さん、この試合の見どころ、ポイントどこら辺でしょう。やっぱりですね、ローマンのですね、はい、右もう素晴らしいですけどね、内田のやっぱ右ですね、はい、いつ炸裂するかですね、まあ、もう本当前前出てですね、もう攻めの右ですね、いきなり右に行きました。たくさん出してですね、先ほどのインタビューでも渡辺二郎さんも、それからガッツ石松さんも、石松コーチも言ってましたけども、相打ちのつもりで ね相手がパンチを出したらこっちからも出すと、もう本当にもう捨て身でですね、もう行かないとですね、はい、僕はもう前ですからね、ボクシングは、はい、まあ、残念ながらうまさスピードという点では内田は、ローマの上ですね、はい、左です。今日のこの試合はフリーノックダウン制、フリーノックダウン制です。最終ラウンド以外はゴングで救われません。グローブはメキシコ製の6オンスのグローブを使用しています。10点砲の採点、このメキシコ製の6オンスのグローブ、これはどちらに有利に働くでしょう。内田君のはですね、いいんじゃないですか。パンチもありますからね、はい、はい、いい左です。ローマン の左ですね、もう伸びますからね、リードパンチはあんまり食わないようにですね、はい、状態もう少し振ったらいいと思うんですけどね、内田君は。第1ラウンド立ち上がり、内田もこう硬くなってるようなところありませんよね。いや全然ないですね、銀のトランクスがチャンピオンのヒルベルト・ローマンです。26歳、とにかく左がよく出ますチャンピオン。ヒゲを両者とも蓄えていますが、長髪がチャンピオンのヒルベルト・ローマンです。この左を振るのよ。右方向へ、右方向へ回ります。内田右を伸ばしましたチャンピオン。西条さん、しかしリーチもありますから非常に左がよく伸びますね。伸びますね、スピードもありますからね、パンチをリードパンチを食わないようにしないとですね、はい、さっきも石松君も言ってましたけどね、やっぱ左を食っちゃうとやっぱり相手のペースにはまっちゃうですからね、はい、あると合わせて一緒に右をボンッと合わせればいいんですけどね、はい、体を入れて調印式、記者会見の時では、5ラウンドまでが勝負だと言っておりましたガッツ石松コーチですが、第1ラウンドを終了しました。第1ラウンド、西条さんの採点は10対10のイーブンであります。
第1ラウンドは10対10のイーブン、立ち上がりはほぼ互角のスタートと申し上げておきます。ガッツ西松トレーナー、これが最初で最後のトレーナー業だと、14年間で得たものを一つでも多く植え付けたつもりだと話しておりましたガッツ石松コーチ、その石松コーチの声援を背に受けまして今第2ラウンドが始まりました。内田義行であります。ちょっとポイントかけて、ポイントかけて、ほらボクシングやってたらダメだよ、おう、狙い狙い。西条さん、はい、内田陣営としては5ラウンドまでが勝負だという話を試合前はしていましたけどもね、まあ、早いうちからですね、まあ、あの後半ねやっぱパンチも少し劣れますからね、はい、だから早い回の勝負かけがいいんじゃないですか。はい、はい、鈴木さんどうぞ。はい、チャンピオンコーナーなんですが、はい、1ラウンド終わったところで相手の内田の右が非常に強いので気をつけろという指示が設定されています。以上です。やはりそうでしょうね。あ、いい左のジャブというよりもむしろストレートと言っていいでしょう。2発3発と決まりました。どちらかというと西条さん、内田という選手はスロースターターなんですよね。そうですね、はい、まあ、だけどあの左を振ってるとちょっと危ないですね。そうですね、はい、非常にキレのいい左です、はい、もう本当に左が 90% ぐらいです。それから内田の場合はややパンチをもらいすぎる欠点があります。待ってないで自分からですね、もう少し先にですね、攻撃かけたのですね、腹から上ですね、はい、右を伸ばしました。ローマンです。ローマンの左をつきます。左がよーく当たります。的確に内田の顔面を捉えています。ギルベルト・ローマンの左のリードブロー、徐々に後退していきました。こちら画面の左側がローマン、159センチと内田よりも身長では6センチ下回りますが、リーチでは逆に6センチ長いローマンです。おっと左から右、第2ラウンドも残り1分、もうちょっとどうでしょうか。西条さん、体を振りたいようなところもありますけどね。そうなんですね、もう少し上体振りながらですね、あのセコンドが言ってるようにですね、はい、下からやっぱり上に入らないですね。いきなり上行くとやっぱり左がありますから入れないですね、はい、やっぱり下からですね、まあ、腹から上行くようにですね、はい、左から右、これはガードしています。左を出しました。左を押し返した。こちら今度はローマンは右を突きました。まあ、何人かの方にも聞いてみましたが、ローマンというのはどんなタイプにでも対応できるボクサーだという話をしていました。あー、左、ローマンの左が実によく当たります。第2ラウンドも時間がなくなりました。ここでゴングです。第2ラウンドゴング。この第2ラウンドの採点は10対9で西条さん、ギルベルト・ローマンが取りました。ご覧のように非常に大胆なサンバのリズムに乗ったような感じのリオのカーニバルを見るようなラウンドガールの今の動きでありました。これから第3ラウンドに入ります。第2ラウンドは10対9、このローマンが取りました。西条さん、はい、問題は先ほども西条さんからお話ご指摘がありました左のリードブローですね。これどうしてかいくぐっていったらいいでしょうか。あれですね、上体を小刻みに動かしながらですね、前にやっぱり待ってたら、いいパンチ当たったですね、はい、今パンチが当たりましたか、もうああやって攻撃しなきゃどうしようもないですね、はい、左のフック引っ掛けるような感じ、足を使います。ローマン、ここら辺がローマンの上手いところ。はい、内田陣営はね、石松さんがとにかくもっと手を出せと、手を出せ、もっと手数を出さなきゃダメだ、パンチ力があるんだからもっと打てと、はい、それから左は相手左は要注意だという指示が飛んでますね、はい、確かにちょっと手数が少ないですよね。そうですね、もう少し先々ですね、はい、打たれる前に打つっていうあのボクシングじゃないとですね。またこの左です。足を使います。ローマン、テクニックは最高。逆に内田としては、まあ、ガッツ石松直伝の幻の右があります。この右が一発当たれば十分に
必殺の KO パンチを持っております。こちらボディを攻撃します。ローマン足を使います。ローマンです。右のフック、これは空振り。手数がちょっと少ない内田、左のあと右を出しましたが、これはパンチがかすりません。あ、左、いい左だ。みんなの左がリアス、チャンピオンのローマン構成。あのそれから斉藤さん、ローマンは時折あのスイッチするんですよね。ええ、そうですね、左になりますね。はい、あ、左です。あ、もう器用なボクサーなんですね。非常に器用なボクサーです。170センチと非常にリーチのありますローマン、2年前渡辺二郎からタイトルを奪いました。今回が2回目の来日。狙いを逃げ、今回は奥さんのパトリシア夫人と、そして一人娘のガブリエラちゃんを一緒にこの日本に呼んでいます。あ、右から入りましたローマン。それがちょっと右あんまり慣れすぎてんじゃないですかね。あ、内田がですか。もう少しこう、あのパンチを出さないとですね、その右も生きない、出ないですね、はい、倒すパンチが。右だ、この右があります、この右があります。内田、内田に取りました。この右から内田の幻の右が炸裂するか。ここで第3ラウンドゴング。いいパンチが決まりましたが、どうでしょうか。西条さんの採点は10対10ですね。10対10、このラウンド10対10。しかしラウンド終了間際、いいパンチが決まりました内田です。さあその第3ラウンドです。この右です。今のは斉藤さん、いい右が決まりますね。あとホローパンチで、それの次のパンチですね。次のパンチですね。飛び込んでですね、服でも返せばですね、はい、いいんですけど。久保田さん、はい、石松さんからこのラウンド勝負しろという指令が出ました。あ、そうですか。さあ前に出ます、内田が前に出ます。このラウンド勝負ということで、果たして内田がここでポイントを稼ぐことができるか、あるいは手をまで持っていくことができるか。下がりながら左、ものすごい競争でガッツ石松コーチの声が飛んでいます。前に出ます、左のジャブを当てる。右から飛び込んでいきました内田、左を伸ばす、右が空振り、左が当たった、右をフォロー。内田が前進、内田前進、左のボディアッパー、右をフォローします。チャンピオンのヒルベルト・ローマン。しかし西条さん、むやみやたらにこうどんどん前に行ってもいけませんけどね。そうですね、はい、もうすぐ腹からですね、下から、今何ですか、左がちょっと当たったような感じですね。足が揃ったところ、左が当たった。さあ内田が出る、さあ内田が出る。第4ラウンド WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ4ラウンド、山が来ました、山が来ました。内田が前に出ます、ヒルベルト・ローマンが下がる。ローマンをダウンさせました。ここは西条さん、はい、落ち着いて、そうですね、もう、そう焦んないでですね、ゆっくり見てですね、はい、何だろう、腹から腹からっていう感じがそうなんですけどね、もう少し下を押したいところ、はい、もう今内田がもう顔面だけに目が集中しているような感じですね。そうですね。第4ラウンドダウンを奪っています内田。そのしかし内田の顔面が徐々に目のあたりが潰れてまいりました。第4ラウンド、しかしダウンを奪っています内田です。さあ足が止まった、飛び込んでいきます。ここでロープに押し付ける。藤吉アナウンサーのレポートにあったように、この第4ラウンド勝負だということで、内田が前に出まして見事ローマンを倒しました。ローマンにダウンを与えています。ロープ右、右が入った、左を伸ばす、まだ右が出る、左のフック、チャンピオン。あ、左フック、飛び込んでくるところ左、両者を分けますリチャード・スチールレフェリー。あ、右バッパー、右バッパー、右のストレートだ。さあ今度はローマンチャンス、ローマンチャンスだ、ローマンチャンス、ローマン、右を押す、左を返す、内田返す、内田ピンチだ、内田ピンチ、ロープを攻めました。大きな右、
足内田踏ん張った。今のは西条さん、すごい攻撃ですね。さあ左内田を入れ替えた。第4ラウンドは残り時間が、ここでゴング、ここでゴングです。ここでゴング、内田最後は打たれましたが、このラウンドは10対9内田が取っています。さあ今のダウンシーン、第4ラウンドのダウンシーン、この左なんですよね。左ですね、軽く伸ばした左、その前にあのいい右が決まってるんですけどね。あ、そうですね、左ですね、やっぱり。放送席久保田さん、はい、チャンピオンコーナーなんですが、はい、あのやはり大変内田選手のパンチを恐れているようですね。あー、ブラウン、左の本当のストレートですね、ジャブっていうより。さあ、内田立ち上がりました、ピンチです。さあ、しかしご覧のようにだいぶ西条さん、あーっと右、すごい左にダウン、すごいパンチが決まりました。第5ラウンドピンチだ、立てるか、内田立ったダメです、ダメです、立ったか、ダメ。5ラウンド TKO、 ヒルベルト・ローマン初防衛に成功しました。